ウクライナの最前線で何が、えー、皆さん、お元気ですか国際政治経済学者の浜田和之です。ウクライナ、大変な危機的状況に陥っていますね。これからどうなるのか。3回に分けて、 皆さんと考えたいと思います。一回目、ウクライナは何を考えているのか、アメリカからどのような支援を貸し取ろうとしているのか。二回目、ロシアのプーチン大統領は一体何を考えて軍事侵攻を始めたのか。そして三回目、じゃあ日本は何ができるのか、こういう観点で 皆さんとと考えてていいいきたいと思っています戦争は決してあってはなりませんしかしながら現実には世界中至る所で戦争が起こっていますウクライナは特に深刻な状況ですゼレンスキー大統領をはじめウクライナの国民は大変な危機的状況に陥っていますウクライナはとても豊かな国で農業大国であります世界中に穀物を 輸出ししてきままたと同時に IT 教育大国でもあります先端技術のエンジニア多数育成して世界に提供してきました日本からもアメリカ中国からも多くの IT 企業がウクライナには進出してきたんですそんなウクライナこれからどう戦おうとしているんでしょうか実はウクライナはアメリカに対して 武器の供与や、あるいは軍事顧問団の派遣を要請してきました。アメリカも一定程度武器は、弾薬は供給してきました。しかし、正規軍を派遣するということは、ロシアとの全面戦争になるという恐れもあるので、そこまでは踏み込めない。では、どうなったんでしょう。ゼレンスキー大統領は考えました。わかった。正規軍が来れないんであれば、 アメリカの傭兵会社に頼んで戦争のプロを送ってもらいたい実はアメリカにはいわゆる戦争請負い会社これが多数あるんです元アメリカの正規軍特に特殊部隊の OB そういった人たちを集めて世界の紛争地域に送り込むそういう傭兵会社はいくつもありますすでに1万6名を超える アメリカの傭兵部隊がウクライナには入っているんですキエフをめぐる攻防当初はもうロシア軍が入ってくれば数日でキエフは陥落するかもしれないと言われていましたねしかしまだまだそういう状況になっていませんなぜかそれはアメリカの傭兵部隊のスナイパーアメリカの戦争のプロが侵入してくるロシア軍を徹底的にスナイパー攻撃 そして食い止めるためのさまざまなミサイルそういったものを効果的に使っているんですですからなかなかロシアといえども思ったような進軍ができないんですそういった意味ではアメリカはウクライナを側面的に大きく支えていると言っても過言ではありませんしかし今後どうなるのかこれは油断を許しません次回はロシアプーチン大統領がではこれからどうするのかなぜ ウクライナを求めているのか、その点について考えていきたいと思います。ぜひ次回もお楽しみください。